ナオ&ケイキングです。さっきキングさんが言ってたんですけど、まだねこれ2回目のライブでして、私普段ご存知の方はご存知ですけど、アラモアイドルユニットというので活動してまして、もうちょっとフリフリな感じで歌ったり踊ったりしてるんですけれどもね、いろんな事情がありまして、今活動休止してて、ちょっとなんかロックっぽい歌を歌いたいなと思って、今キングさんと一緒にやらせていただいてます。よろしくお願いします。じゃあ1曲目、はい、1曲目いきましょう。アンフィシアターの夜、竹内まりやさんです。つながりで、ね、はい、ね、やってみたいと思います。キングさん、ありがとうございます。ちょっと今日あんまり余裕ないんだな俺。珍しい、こんなこといつもなんともない、ね、竹内まりやさんの駅という曲をちょっとなんかロックっぽい感じで歌ってみたいと思います。はい、合図してください。はいはい。早い
Yeah.
ッコカッコカッコカッコつけて泣きたいわ。給水もちょっといつものアラフォーアイドルのライブでも給水儀式になってるんで失礼いたします。はい、次はあれやね、うん、問題のグロリアですね。そうですね、はい。グロリアをそうなんですよ。ちょっとね、途中で遅れて来られた方もいるので、
回説明しますと、まだ決して2回目なんです。はい、2回目のライブということで、まだ持ち歌とかね、ちょっと少ないんで一生懸命練習してるところなんですけれども、はい、で、まあ、ちょっとね飲んでね、ちょっとね、はい、酔いを回してね、はい、細かいところは気にしないで、そうです、乗り投げていきたいと思って、はい、はい、お酒入れてる方どうぞどうぞいっぱい飲みながら聴いていただきたいと思います。ちょっと血管が切れそうな感じですけど、いきますか。はい、
フレンズじゃあ行ってみますかね。よしよしよし、フレンズ。時間通り、時間通り。はいはいはい、みんな歌ってもらおう、はい、みんなそうですよ、ね、はい、今日間違えたらさ、フォローをお願いします、はい。
前提の元で用意してましたすいませんじゃあやろうかこれ私が見てもいいですか。いいですよ、いいですよ。それ字がちっちゃくても見えないですね。そこでいいここで一緒に見よう。はい、ダークも暗くて見えないですね。あ、ほんまやね。はい、このこうやったら見えるよ。ほら見えますか。はい、こっちやね。はい、